さん、おはようございます。時刻は午前9時30分を回りました。今週もね、元気に嘘のような本当の話ということで、私 MC 土井秀人がお届けしてまいります。30分ぜひお付き合いくださいませ、ね。はい、この番組は FM ギノワンからね、FM 講座同時放送ということでお届けしていますが、しゃがん中皆さんね、健康にはぜひぜひね、気をつけながらぜひこの番組を聞いてほしいと思っております。はい、FM ギノワンね、ホームページから見ることもできますが、 YouTube チャンネル登録もぜひお願いします。皆さんにね、アーカイブとしてこの放送が残っていく中で、よくね、見ていただいて聞いていただいてという方も多くなってます。おかげさまでありがとうございます。番組の中でのね、ご質問やなんかリクエストがありましたら、ぜひ、局の方にね、FM ギノワンの方にどうぞお気軽に、お問い合わせくださいませ。はい、ということでね、いやいや楽しみですね。はい、そのような本当の話ということで、いよいよ今週はね、9月、いつものね、WO イーストの北条政宏さんお迎えしております。おはようございます。おはようございます。ホゼさん、ドクタースイスホテルのお話、先週先々週とさせていただいたんですが、はい、なんかが欠けていたぞと。いやいや、ね、もう台風来たりとかでね、沖縄に来れなかったんですよねなのでね、2人でやっていただきましてありがとうございました。いやいや、とんでもございません。電話という線もなきにしもあらずなんですが、電話 あのゲストさんがいらっしゃったので、はいはいそうですよね、そうちょっと無理だと思ったのとちょうど私もね、説明会がぶつかってたんですね、その日。なのでこれは無理だと思って。はい、はい、もうね、先月かあったもう大型台風で大変な事態で、沖縄では実はこんなことが起こってたんです。まあ、ありがちといえばありがちなんですけどね、皆さん観光客として来てるじゃないですか。とにかく何万人の人が那覇空港、足止め、空港周りのホテルがもうどこも取れない、ね、4日長い人ってなんか5日ぐらいね、足止め食らっちゃった。そうですよね、私ホテル1週間取ってたからね知り合いかなんかいたら譲ってあげればよかったんですけどね確かにね、で10人で泊まってますとか言っていましたよ一部屋に、ね、とにかくほら、お風呂入ったりもねしたいでしょうし、うん、大変なことがありましたが、はい、気を取り直してね、元気にお届けしたいと思います。はい、今週はね、ゲストにララさんを、お迎えしています。沖縄県ご出身でした？はい、沖縄出身です。はい、ちなみにどの辺がエリアだったんですか？浦添市に住んでいます。そうなんですね、都会ですね。浦添市といえば何屋でしたっけ、あそこね、大好きな沖縄そばね、あがり屋さん、あがり、はい、はい、ありますね、美味しいです、ね、美味しいですよ、ね、昨日食べてきました。あ、そうですね、やっぱり昨日かけさか今日かみたいな、ね、もうそうなんですよ、遊びに行ってきました。はい、なんでしょうね、大衆的ななんですけど、で北条さんもね、もうあらゆるっていうか、いろんなね沖縄そば屋行ってるんですけど、なんかね、庶民的でありながら、うんうん、あの感じがね、僕も好きですね。この前ね、広島に行ってる時に、はい、沖縄の人なんですけど、沖縄で美味しいところ教えてくださいって言われてね、いやいやいや、出身の人に聞かれるまでもないんですけど詳しいんです ね、 ありますね、食いしん坊なんでねそうそうそうね、本当にまだまだ沖縄深いね、沖縄そば自分も探してはいるんですけどね、はい、はい、ちなみにララさんね、お迎えしてますが、ララさんは浦添市、ね、ご出身ということで、はい、ここはよくね、僕なんだっけな、あれ僕行ったことないんですけど、あれ久高島でしたっけ、なんかこう、あ、はい、ありますね、はい、エネルギーを感じる、ね、なんかね、はい、ありますよね、神の島です、ね、はい、なんか奈良さんはもうずっと以前からそういったエネルギーというか、そうですね、20代の後半ぐらいの時に気功をちょっと習いまして、うん、おー、それからなんか不思議に体がエネルギーを感じるようになりまして、はい、気功を習うというのは、ちなみにちょっとどういった、なんか霊気っていう、この辺りにある宇宙エネルギーを取り込んで、こう元気玉みたいなもんですかね。そう、そういうな感じですかね、はい、なるほど、それを習ったんですけれども。元気玉わかります、土井さん？ドラゴンボールでね、そうそうそう、やる必殺技の一つでね
みんなから気をもらってね、巨大な球を相手にぶつけるっていう、ちょっと見えてきました、はい、要はそのエネルギーという限りは、例えば北条さんが、ね、はい、あのちょっとまあいろんなこうね、はい、仕事の忙しさも例えばあるとかね、はい、であのちょっと病んでる、はい、ね、病んでしまったら水素持ってるってんじゃなくて、はい、こうエネルギーを送る感じなんですか。あ、そうですね、直接手当てみたいな感じで手を当てて触ったり送ったり、手のひらから出るんですよね。そう、ちょっと遠くの方にも送ったりはできるらしいんですけど、すごい遠隔ですね、遠隔で。それを、はい、ローラさん、僕にやってくださいってなった時に、はい、いきなりじゃないんですよね、こう、あ、なんかコンサルじゃないけどいろいろ質問があるんですか、こう、いや、会話と特に本人のご了承がいただければ、はい、まあ、ちょっとしたこのマントラみたいなのがあるんですけど、そういうのを唱えて、うん、こう手を当てるだけでエネルギーが流れるっていう不思議なことですね。 OK です。エネルギーは、はい、僕イメージですよ、はい、元気にしてくださるんですか。そうですね、ちょっと温かくなったり、ちょっと痛みがあったりとかいうところも少し元気になったり、心の傷が少し気が軽くなったりっていうような感じですかね。なんかすごい人はね、はい、さーって私の前でさーってやって、あれ、あ、膝悪いですかとか、ね、言われたりする、ね、分かる方は、悪かった時ね、今あのよく元気、水素で良くなっちゃいましたけど、はい、悪かった時にね、悪いところに当てるんですよ、そういう人って。へーって言って、え、じゃあ、あ、私はそこまで分からないです、うん、残念ながら。あ、はい、でもすごい具合が悪そうなところはすごく熱くなったりとかっていうのはあったりします、ね、熱くなるんだ。へえ、痛みがあったりする。そうなんですよ。それをお若い頃に、はい、まあ、習うというか、はい、なると、はい、できちゃうんですか。はい、できるようになりまして、そのエネルギーが通ってる感じの時に体が動くようになったりしまして、うん、動く、はい、なんか ご自身の、はい、不思議に円を描いたり、不思議なことが起こりました。太極拳みたいですね、 なんかね、あ、力を入れれば止められるんですけど、リラックスするとそういう感じありますね。もう誰でも持ってる力って言いますよ ね。そのあたりにあるエネルギーを私というパイプを通して流してあげるっていう感じですかね。皆さんはそのね、ちょっとテレビじゃなくて残念なんですけど、はい、そのお綺麗ないでたちはですよ、 あの なんていうんですか、その木、はい、木を会得された、はい、この柔らかさなんですか、このあーなんてオーラっていうか、このでまあそれもあるのかもしれないですし、また去年からこの水素ボトルも、はい、あの購入して毎日吸ってるので、そのさらにそのせいもあるかもしれません、そのおかげかもしれません。なんか怒ったりとか絶対しないですよね多分。私ですか、はい、あんまり怒ることはないですねちょっと怒るとエネルギーがね消耗してしまうじゃないですか。なのでちょっとでも沖縄の人ってあんまり女性怒らないですよね。そうしょうがねえなとは思ってるでしょうけど、ガーッとあんまり沖縄の人にこう食ってかかられるとか あんまりないですよね。ナンクルナイサの精神ですかね。なるほど、分かんないですけど、いや穏やかでいいとこだなって思いますよ僕も。いや本当そうですよね。そういったじゃあ奈々さんは会得して、はい、まあ、お仕事的なじゃないんですけど、もう人生の中に欠かせないそうですね。あ、仕事としてはやってないんですけど、自分の家族とかペットとか、まあ、自分に使う程度ですけれどもね。なるほどね、はいはい、まあ、そうして来られた、ね、奈良さんを迎えしてるんですけれども、ちょっと一旦 CM 入りましょうかね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話、ね、私、土井秀人と、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、それから今日はゲストに
ララさんをお迎えして3人でお届けしております。はい、そんなね、ララさん、木に生きてきて誰かを元気に、ね、してきたというような、ことなんですけれども、まあそんなララさんもちょっとなんか左手ね、さっき聞きましたが、そうなんですよ。なんでしょうね、お医者さん行きました？はい、去年の12月ぐらいから左手の腕の方が常に痛い感じと、ちょっと痺れの方もまた1週間後に出てきたので、これはちょっと危ないかなと思って病院に行ったんですよ。そしたら MRI を取っていただいて、後十字靭帯骨化症っていう病名がつきまして、でちょっといろいろ調べてみたら指定難病ってことで、結構病名が大きかったので、ちょっと驚いてしまってというかショックを受けまして、でも幸いなことにね、水素ボトルの方を購入していたので、これを毎日吸うという日課でちょっと乗り切ったという形ですね。もうね、知り合いの方でね、やっぱりちょっと、はい、動かないぐらいなのか、やっぱりしびれがあってっていう方がいて、まあそのね、新井さんっていうんですけど、結局ね、もうこんな、はい、ね、こんなというかですね、ラジオ機の皆さん、要はグーチョキパーがね、不自然になってたものが、要はシャキシャキじゃんけんできるようになったみたいなイメージですね。はい、ね、ララさんはその本当にあれですか、日常生活に支障が出てしまうような痛みを感じ始めて、はい、ね、ここら辺だぞと、はい、左の腕はもう常に痛い感じで、寝ても起きてもずっと痛い感じです。骨化症だから靭帯が骨になってくるってことですよね。そうですね、要は背骨っていうか脊椎、背骨の中に脳から神経が通ってますよね。脊髄が通ってるんですけど、その神経の束の通り道の近くにある靭帯が何らかの原因で硬くなって骨化してしまって、神経を圧迫するっていう病気らしいんですよ。でそれで、なかなか原因がわからないらしくて、ちょっと落ち込んだんですけど、ね、なるほどね、吸ってみようかな。ちょうどね、ほら1ヶ月ぐらい前ですかね、下関のね、森川さんっていう方が出て、その方もやっぱ同じように、ね、黄色靭帯骨化症っていう病気で、ね、7年寝たきりだったんですよ。起きれなかったんですけど、本当にね、嘘のような本当に1週間水素吸っただけで起きれるようになって、歩き回ったら近所の人が あそこのご主人死んでたと思ったのにみたいなすごいです、ね、そんな話になって、それでご本人元気になったもんだからラジオに突然ね、はい、来られて収録の朝に飛んできて、で話すみたいな、いうことで、その行動でまずねびっくりして、これお会いした時にね、何年寝たきりと、ね、嘘でしょ、起き上がれなかった人ですからね。だからやっぱりある意味同じようなことが起こってるってことですよね。結構12月のあたりはもう寝ても枕の高さでしびれが強くなったりとか、長時間寝るのもきついし、かといって起きているのもつらいし、あとシャワー浴びて首にこう負担がかかるとちょっと具合が悪くなったり、ドライヤーもきついしっていう感じで、ちょっと日常生活結構きつかったんですけど、はい、随分硬いもんが常に首あたりですか。そうですね、首の方ですね、に当たり押されてるって感じですよね。そうですね、あまり首も動かさないようにして寝たり起きたり、起きても起き、ね、どうしていいのかわからない感じで、そうですよね、結構きつかったんですけどね。頭って重たいですからね。そうですよね。だからなんかこうほら鞭打ちしたりとかね、いう時に自分の頭って重たいなっていうのはよくわかりますよね。そうですよね、こんだけのものを支えてるんだって、そこにダメージが来たらきついですよね。そうですよ、結構重いものっていうか普通のカバン持っても具合が悪くなるので、できるだけお箸より重いものは持たないようにしてました。いやでもね、すごい、そんなだとやっぱりお医者さんに行かれたら、お薬ですか。そうですね、痛み止めの薬と、あとリハビリを少し通いました。そんな形、そういうふうになられ
った時に、はい、私さっていうのであのお知り合いお友達の岡本さんに話したんですか。水素ボトルはもう去年の1年3ヶ月ぐらい前にあってお持ちだった、はいはい、持っていたので、うん、これはいいんじゃないかと思って、うん、こう補助社長にね相談したら、はい、もうどんガンガンに吸ってくださいっていうことだったので、鬼のように、はい、鬼のように私がよく言う鬼のように吸ってくださいって吸いました、はい、鬼ってなんだみたいな鬼が吸ってるのは多分ね、はい、見たことはないんだけど、はい、もうだって気合でぐらいでね、はい、でもう何時間も、そうですね、だいたい4時間ぐらいですかね、はいはいはい、4時間半ぐらいを1ヶ月ぐらい吸い続けると、うん、痛みの方も痛みはそうですね3週間ぐらいで良くなって、しびれの方ももう1ヶ月半ぐらいにはもう全部取れて、お医者さんもびっくりしました、リハビリの方も、はい、はい、ね、でもよく言いますよね、はい、お医者さん、うちの子が骨折した時もお医者さん悔しい顔になって、水素鬼のように吸わしといたら、はい、くっついちゃったから、お医者さんがこう自分の誤診みたいなこうピクピクされてたことがありますけどね、本当不思議ですよね、うん、そうなんですよ。でも良かったですね、はい、おかげさまで。でもね、背骨が形、そうなんですよ、ね、カチカチになっちゃったら本当に、うん、ね、悪化したらそれこそ先ほどの話じゃないけど ね、寝たきりになる可能性だってあるでしょうか、ね、可能性も結構大きかったので負担かけられないですもんね、寝るしかないですよね。そうなんですよ、 それですごい心配してたんですけど、うん、よかったですね、ありがとうございます、おかげさまで、ね、本当に、はい、いやね、いやよかった、素晴らしい、ね、そんなね、奈良さん、ね、はい、ちょっとね、ご家族や、ね、周りの方のね、ご様子もちょっと CM の後伺ってみましょうね、はい。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の和の、お届けしてますけど、まあ、本当に嘘のようなね、良くなってしまってね、嬉しい、表情でね、ラジオのゲストにお越しいただいている浦添市からララさんと、ドクター水素ボトルの北条正弘さんをお迎えしています、ね、素晴らしいお話というか、なんか元気になってしまってお会いしているとなんかその落差がすごいですよね、苦しかった時は、ね、そうですよ ね、 ね、今はもうすっかり元気なので、ね、はい、もう家顔してらっしゃるララさんは、なんか今はですか、はい、ご家族も一緒にということ で、 で、ね、はい、なんかお姉さん、あ、ララさんが半歳だから、はい、お姉さん、まあ、もう少し半歳ぐらいな年齢で、はい、ちょっと肩が、ね、はい、ね、そうなんですよ、肩がね、うん、あの年齢とともにちょっと動きにくくなる五十肩っていうんですか、うんうんうん、になりまして、うん、40だとしてもとしてもですよ、はい、50肩 で、 で、はい、うんうん、なりまして、で結構も夜も眠っても痛くて起きちゃうぐらいの結構上がらない感じだったんですけど、水素を30分の週1回2回吸って3週間ぐらいでもうすっかり手も上がるようになっちゃったので、姉もびっくりしてうおーとすごい喜んでました。北条さん結構聞きますよね。結構そう、ね、うちのね、会社の常務が会社に入ったきっかけがそれなんですよ。あ、そうなんですね。すごいボトルだからちょっと吸ってみてって言ったら、うん、ちょうどその時に50型だったんですよ、うん、で上がらない、これぐらいなんですよって言ってるのに、うんうん、僕と喋ってる間に30分ぐらい吸っただけなんですけど、うん、上がるんですけどって言い出してそうなんですよね、すごい本人が一番びっくりしてました。そうですよね、はい、吸ってる方が一番ね、うん、恩恵を受けるんで ね、 ね、そうだから確かね、全員が全員じゃないかもしれませんよ、はい、だけど多いんですよ、僕もそうでした、うん、そうなんですね、同い年でね、59歳なんですけど、はい、僕が50何本の頃にね、やっぱり当然、はい、この
ね、何とも言えない、ね、ほら、上がらないわけですよね。上がるといえば、ごとさん、ね、このほらゴルフでね、上がり家じゃなくてね、上がり家巡りとか上がり家という沖縄そば屋さんじゃなくて、はい、こう肩が上がる方で行くとなんか結構あれですよ ね、 もうもね、そうですね、ゴルフもねすごくいい影響が出るんでね、うんうんうん、こういいですね、ゴルフイメージ、はいはい、こう上がらないと肩が、はいはい、あの振りが、あ、なるほどなるほど、るそうですね、スイング、ね、と上がっちゃうと ね、 ね、ゴルファーの方もね、はい、いっぱい使ってもらってるんで、ね、そうですよね、うん、あの方はもうね、ね、あの方もね、世界の日本のね、ね、代表するゴルファーの方も使っていただいてもらってますからね。はい、よかった、お姉さん、じゃあなんか気持ちいいんじゃないですか、お姉さん、ね、そうですね、こう肩動くようになるって、ね、うん、日常もなんかね、肩ってね意外とね、うん、日常生活上がらないと不便ですよね。困りますもんね、笑顔が増えて、はい。そうね、はいはい、でそんなお姉様と、ね、はい、なんかお母様も、そうですね、うん、母も帯状疱疹ができた時に、うん、これまたね1週間ぐらいずっと貸し出して、でずっと毎日吸うようにしたら結構痛みもなくて、結構帯状疱疹でピリピリ痛かったり、ね、神経が痛かったりするらしいんですけど、痛みもほとんどなくて、これまたすぐ治ったみたいでお医者さんもびっくりしてたみたいです。帯状疱疹はね、免疫力と露骨に関わるん で、 そうですよ、ね、まあ、血流が良くなって免疫力が上がったんでしょうね、うん、うちの母親もね、はい、73まで3年連続で帯状疱疹が強烈に出て、そうなんですね、それが目に入ったりしてえらいことだったんですけど、今全く出ないですよ帯状疱疹、でもしない、治るんじゃなくてでもしない、そうです、ね、免疫力も落ちないですね、上がっちゃってるんで、あ、そうですか、なるほど、いいですね、お母さんも、はい、もう手放せない、そうですね、水素ボトル、みんなでこうね、順番待ちっていうんですか、はいね、家族多いと喧嘩になるんですけど ね、 そうですね、もう一本欲しいです ね、 ね、はい、ね、いいですね、うん、なるほどなるほど、はい、そんなドクター水素ボトルのお話ですが、やっぱりね、よく あるんですけど、まあ奈良さんもそうなのかな、僕なんかでも補助さんでもそうなんですよ、社員の方ね、さっき池田さんという方の話も方ねあったんですけど、うん、良い方に向かっていくと、うん、やっぱりなんか進めたくなっちゃ う、 そうですよ、ね、とありますよね、はいはい、特にそのなんかこう原因がね、うん、はっきりしてると、うんうん、ちょっといいからね、うん、はい、皆さんに改めて簡単に説明しますと、ね、お鼻に、ちょっとねチューブというか、うん、当てて、ね、引っ掛けて、うん、水素ボトルって ものすごい大きいジャンボなボトルを想像されるんですけど、うん、ちょっとね普通に皆さんがお買い求めになるペットボトルのサイズぐらいですからね、というものですよね、はい、ね、お友達の方にもおすすめされたんですね、そうですね、私の友達のまたお友達なんですけど、結構若くにして脳梗塞っていうんですか、になった方がいらして、結構麻痺とかも残ってるのかもわからないんですけど、うん、その方にプレゼントしたいということで最近購入していただいて、うん、はい、まだ吸い始めたばかりだとは思うんですけどね、良くなることを願ってます、うん、ね、結構教えてください、うん、またね、はい、わかりました、はいはい、いやそっかそっか、いいな、いい話、はい、なんかやっぱりね毎週思います、うん、こうしてね元気に、ね、なられて、あの時こうだったんだけどなって言いながらね、笑顔でお話しできるというね、はい、皆さんいかがでしょう、ドクター水素ボトルと言います、ね、すごく健康に、ね、気遣いのある方もちろんですけども、どっかが痛い辛いなっていう方はねいらっしゃったら、別にラジオ当てても結構ですね、はい、すぐね北条さんの方にもね、情報が伝わるようになってますから、ぜひね一声かけてくださったらね、嬉しいです、皆さんがどうかずっとずっと健康でいてくださいますようにね、お祈りしながら今週も嘘のような本当のはエンディングにね行きたいと思っております。はい、それでは、ね、ドクター水素ボトルの北条さん、それから、ゲストの奈良さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。